やり込みとはただひたすらに鍛錬の道、己を信じ邁進する修練の獣道。やり込みバカ一代。今月の演目は本年度のやり込みキングを決めるやり込みグランプリより一本。今月のやり込みグランプリはスペースハリアー、これぞ王者の貫禄。1985年にゲームセンターに登場したスペースハリアー、迫り来る敵を打ち倒しながら進むスピード感抜群のシューティングゲームだ。そしてこの伝説のシューティングゲームを投稿した猛者とは、24歳の若さで数々のシューティングゲームをやり込み、昨年度見事グランプリに輝いた YYY さん。今回その王者が課した制約がこちら。ゲームモードは最高難易度ハーデストモード。ショットは機械に頼らず己の腕で連打。もちろん一度も失敗しないノーミス、王者おはこの制約で挑む。それでは早速ゲームスタート。まずはステージ1。敵の出現位置を完全に把握し、先回りをして次々に敵を打ち倒していく投稿者。必要最低限の動きで早くもボスに到達と思ったら瞬殺。これ本当に難しいの？正直見ただけでは伝わりにくいので、実際に編集部の人間がプレイしてみることに。君、名前は？サトシと申します。24歳です。小川君、投稿者と同い年だね。で、このゲーム知ってる？いや、ちょっとわかんないですね。まあ、23年前のゲームだもんね。あ、じゃあ、とっととやってみて。これは、シューティングゲームですか？木は当たり判定があるんですか？当たり前だよ。全然ダメだな。はい、次。続いて同じく24歳の AD 今井がチャレンジ。危なっかしいプレイだったが、なんとかボスへ。ステージ1のボスは顔にしかダメージが与えられない。苦戦する今井。結局2人ともステージ1さえクリアできず。皆さん忘れてください。さあ、投稿者のやり込みに戻りましょう。 AD の2人が苦戦したステージ1を軽々クリアした投稿者は、その後も次々にステージをクリアしていく。基本的に敵からの攻撃は主人公を狙ってくるため、常に動き回りながら弾をかわしていく。そして早くもステージ9に到達。このステージは攻撃しても破壊できない障害物や敵が出現する。スピードも一層速くなり、かわすのが非常に困難に。しかしここでも投稿者は敵の出現パターンを全て記憶しかわしていく。そしてボスが出現。7色に光っている間は完全無敵状態のこのボス、青色に変化する一瞬のみ撃破可能となる。主人公に向かって高速で弾を撃ってくるボス、それをうまくかわしボスと重なったらショット。お見事。
後半のステージに進み、敵の攻撃がますます激しくなってくる。しかし投稿者は持ち前の反射神経とテクニックで突破していく。そしてついに最高難易度といわれるステージ17に到達。破壊不可能な柱、さらには攻撃の激しい敵のオンパレード。このステージはパターンというものがほぼ存在しないため、集中力を研ぎ澄まして進んでいく。なんとかボスも撃破し、最終ステージへ。最終ステージは今まで登場したボスが次々に出現するボスラッシュ。かつて倒してきたボスたちといえど、濃密制約のため最後まで気は抜けない。ここからはノーカットでご覧ください。そしてついに全ステージノーミスクリアに成功。やっぱりあんたすげえよ。続いてのやり込みグランプリは、あれ、スペースハリ、あれ、ファミコン版かこれ。1985年にゲームセンターに登場、あ、これさっきも言いましたね。そしてこの伝説のレトロゲームを投稿したモサとは、はい、YYY さんだですね。制約も同じ。それではスタート。完全移植版のプレイステーション2版とは仕様が異なっているため、敵の出現パターンや弾道などが違う。よって先ほどのパターンが通用しない。しかし再度パターンを構築していきながら進んでいく。そして見事全ステージクリア。もう一度言おう、やっぱあんたすげえよ。続いてのやり込みグランプリはって、またスペースハリア。これ何本あんの一体これ。なんと投稿者はプレイステーション2版、セガサターン版、スーパー 32X 版、 PC エンジン版、ファミコン版と全部で5つものハードでやり込んできたのだった。しかも全て同じ制約で全ステージをクリアしている。さらに極めつけとして、メガドライブ版のスペースハリアー2も同じ制約でクリア達成。一切の妥協を許さないあんた、やっぱりチャンプだ。やり込みは一日にしてならず、恐れずやり込め。君の挑戦を待つ。